はい、それでは今回もやっていきましょう。今回は、価値観を定める質問として第4回やっていきたいと思います。最高の仕事を探す4つの質問というような内容で、今回認知行動療法関係の質問をしていきたいと思います。認知行動療法とは何かというと、思い込みを変えることでメンタルを変えるということで、ネガティブ思考やうつ的な考え方っていうのを、まあ、そういったものを正しく直していきましょうよというのが認知行動療法になります。で、まあ、認知行動療法はどのくらいすごいのかという話、まあ、それを飛ばして、まあ、今回価値観を知る必要があるのかと言われると、まあ、価値観というのは深い欲望ですよと、自分の中で何が重要かというのがまず分かります。でそして、まあ、他の人と比べない自分だけの欲というのが分かるので、まあ、他人との比較がなくなる。つまり、まあ、それが要は、認知の歪みってよく、まあ、いわゆる他の人と比べて自分はダメだというような思考なので、まあ、それがなくなりますよと。あとは、まあ、価値観に沿えば、まあ、迷いがなくなるので行動力が増えますよと。で行動が増えれば、まあ、ポジティブなことも起きることになるので、どんどんメンタルが改善していきますよというのは、まあ、価値観が重要である理由になります。で今回は、最高の仕事を探すための4つの質問として、今回4つ用意しました。で、なんで仕事重要かというと、まあ、仕事1日のうちのほとんどを占めます。まあ、1日のうち、まあ、週、40から、まあ、50、60時間というような、まあ、非常に長い時間仕事をするわけですね。でそれが要は楽しければ人生はおのずと楽しくなっていきますよと。まあ仕事が入り他のことをしないっていう人も非常に多いかなと思います。逆に年齢を重ねてくると、まあ、逆に仕事に力を入れて、まあ、家庭のことをおざなりにすると。それってまあ仕事が当然辛いのもあるかもしれないんですけど、まあその中で喜びも感じてるからこそそっちに夢中になっちゃってるわけですね。あとはまあベンチャー企業に働いてる人とか、まあ、仕事が非常に楽しいから、まあ、恋愛なんかそういったものをしている暇ないと、仕事が楽しいから仕事をずっとし続けたいということで他のことをどん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 やらなくなってくるわけです。まあ、それほどまでに仕事っていうのは楽しくなれば夢中になれるような、非常にまあなんですかね、嫌いにもなれるし楽し、まあ、好きにもなれるという、まあ、非常に今なんですかね、幅のあるというか、まあ、コントロールができるようなものになります。なのでその考え方次第でもできますし、その仕事を変えるというのも一つの手ですけど、そういったその自分の中の考え方で変える上でも何が重要かというのを知るっていうのは非常に重要になってきます。なので今回はこの4つの質問に答えることで、自分の中で仕事の中で何が重要であるかというような価値観を持っているかを知りましょう。そしたら転職でも使えるし、今の職場でどんな振る舞いをするかっていうことを、まあ、修正するためにも使えますので、ぜひちょっと考えてみてください。ということで1つ目は自分のどんな素質を生かしたいかです。自分のどんな素質、例えば自分は慎重な性格だから、慎重に行動できるように、まあ、みんなにこうなんですかね、まあ、ちょっとなんか危ない橋を渡るときに活躍したいとか、もしくは自分はアイデアマンだから、どんどんアイデアを出して行動できるようなそんな素質を生かしたいとか、要はそれが合っていない職場だとすごい辛いわけですね。どん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 行動できるような、自分はアイデアがすごい、アイデアを出すのが得意だから新しいことをどんどんしたいっていう職場なのに、保守的な会社に入ってしまうと自分の素質が生かせないわけですね。だからどんな素質があるか、自分の得意分野は何かっていうのを知りつつ、どうそこを会社とマッチさせていくかっていうのをちょっと考えてみましょう。逆に自分がその会社にとってアウェイな人材であれば、それも特別な要素になります。そのアウェイな状況っていうのをどう生かせるか、自分しか持ってない特技っていうのを、まあ、生かすチャンスですので、まあ、そういった方法っていうのも考えてみるのも一ついいかなと思います。で2つ目が理想の自分の振る舞いは何かということですね。これ人間関係のところでも言いましたけど、まあ、職場の人間関係も一つ重要になってきます。なので理想の自分の振る舞い、まあ、仕事での理想の自分の振る舞いを考えてみましょう。例えば、まあ、自分はすごくスペシャリストになりたいと、とにかく専門分野を突き詰めて誰かに聞かれるような人材になりたいっていうのも一つありますよね。他にはハブ人材って呼ばれる、そのいろんな人とつながることで情報の伝達をする、そんな中央人物になりたいと。要はみんなの専門分野を広く浅く知ることでみんなをつなげるような人間になりたいっていうような、まあ、そういった理想もありますよね。そんな形で自分はどんな人間になりたいか、
っていうのを、その振る舞いっていうのを考えてみましょう。で、3つ目はどんな人間関係を築きたいかですね。例えば親密に仕事を、まあ、数人でやっていくとか、もしくは大人数で仕事に取り掛かっていきたいとか、まあ、そんな感じで、そういった時に、まあ、自分がどんな人間関係を築きたいか、まあ、広く浅くでもいいし、深くでもいいですし、まあ、もしくはそのなんですかね、まあ、能力のある人だけを集めた職場とかか、まあ、盛り上がるような人間関係、楽しく明るい人間関係を築きたいとか、そういった、まあ、何を自分が重視しているかというのを考えてみましょう。で、最後にどんなスキルを身につけたいかですね。仕事だと他の3つをおざなりにして4つ目ばっかり考えちゃうんですけど、まあ、実はこういった人間関係も重要だということをまず見てほしかったので、こういう順番にしました。で、最後はスキルですね。将来的にどんなスキルを身につけていきたいか、まあ、仕事っていうのはアウトプットは必要なんですけど、ただ仕事を通して自分のスキルも上がっていきます。そう考えた時に、まあ、どんな仕事がいいのか、仕事の中でどういう部分を重要視すべきかとかっていうのを、このどんなスキルを身につけたいかをちょっと考えてみるっていうのが一ついいかなと思います。例えば IT スキルを身につけたいとか、コミュニケーションスキルとか、まあ、もしくは、今後も営業は重要だから交渉できるスキルを身につけたいとか、そういった、まあ、どんなスキルを身につけたいかをちょっと考えてみると、まあ、今後長く仕事を続けていく上で、どうやっていくかとか、もしくは転職をする上で自分の強みはこれだから、まあ、転職前にこれはかなりスキルとして伸ばしておきたいなとか、そういった将来的にどうやって仕事をしていきたいかという時に前向きになれる一つの、内容になるかなと思います。はい、ということで今回は最高の仕事を探すための4つの質問について紹介しました。要は自分の得意分野を知りましょうと。で、理想の自分の振る舞いと人間関係ということで、まあ、どんな人間関係、職場でどんな振る舞いをして、どんな人間関係を築きたいか、どんな働き方をしたいか。で、最後がスキルを身につけたいか。要は成長の機会を逃さないようにしましょうと。仕事というのは自分がアウトプットするだけではなくて、それと一緒に自分も何か得ているんですよということを知りましょうというのが、この 1,2,3,4 の質問でした。ということで今回は最高の仕事を探す4つの質問について紹介しました。はい、で第5回にかけて、まあ、第4回あと1回で、まあ、価値観を定める質問っていうのは、まあ、終わりにしたいと思います。最後の第5回は生活に関する内容です。仕事でもなく人間関係でもなく、その合間である生活っていうのは意外と重要です。で、その贅沢とか、自分の理想の姿っていう時に生活っていうのは非常にすぐ思い浮かぶ要素ですので、ぜひ、次回の生活を見ていただいて、自分の理想の生活にたどり着けるようにちょっと考えてみてください。ぜひ、それでは今回これで終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。